が夢中になったシャボン玉、その儚く美しい泡を自在に操るアーティストたちが今夜初めて激突する。目指すは世界ナンバーワン。海外からは2人のシャボンアーティストが来日した。おかしい外人。1人目はハンドバブルマン、スターリン・ジョンソン。ショービジネスの本場アメリカで活躍する世界屈指のシャボン玉パフォーマー。アイテムを使わず己の手から自在にシャボン玉を生み出すハンドバブルで頂点を狙う。私たちアメリカ人が来たから日本人には勝たせないね。2人目もアメリカから参戦、バブルマニア、ケイシー・カール。バブルマン、年間300公演をこなすショービジネス界のトップアーティスト。シャボン玉を操るオリジナルテクニックはなんと100種類以上。コミカルな演技と驚異のテクニック、完璧なステージで見る者を引きつける生粋のエンターテイナー。俺が世界のシャボン玉チャンピオンだ。迎え撃つのは日本が誇るシャボン玉ブラザーズ、杉山兄弟。幼い頃から50年以上兄弟揃ってシャボン玉研究に人生を捧げてきたシャボン玉アーティストのパイオニア。海外での公演も多く各国のメディアも大絶賛。そんな兄弟が世界一の座を争い、今夜初めて激突する。シャボン玉ブラザーズ弟杉山照之は世界屈指のテクニシャン。難易度の高い技を鍛え抜かれたその腕で軽々と決める。これなんだろう。これ当然うちの兄がライバルになると思うんです。やっぱり負けたくないっていう気持ちですね。対する兄ひろゆきは普段のステージではマイクパフォーマンスを担当。しかしシャボン玉研究の第一人者として多くの著書を出版。その深い知識を生かし数々のオリジナルテクニックを編み出してきた。負けず嫌いなところは非常に強いんで、弟には絶対負けないと。まさに世界の四天王と呼ぶにふさわしいトッププロたちが集結。宣言自在にシャボンを操り、その高度なテクニックを披露。今史上空前のシャボン玉バトルの幕が上がる。テレビチャンピオンポヨーンと夢が膨らむ日米決戦、世界シャボン玉王選手権。戦いの舞台は川崎マリエン。第1ラウンドはシャボン玉3番勝負。選手は3種類の勝負にそれぞれ挑み、シャボン玉テクニックを競い合う。各競技ごとに順位ポイントが与えられ、合計点の高い上位3名が決勝ラウンド進出、1名がリタイアとなる。最初の勝負はあちらです。ご覧ください。ハードルやらギロチンやらいろいろありますが、あそこをシャボン玉を落とさずにタイムトライアルで勝負してもらいます。よろしいですか。全然人足聞いてない。障害物トライアル最初の難関は3つのハードルゾーン。これをトランポリンと呼ばれる技術を使い、シャボン玉をジャンプさせていく。続いてはシャボン爆弾ゾーン、内輪に持ち替えて他の選手からのシャボン攻撃をかわす。最後はギロチンゾーン、6秒間で開閉する歯の間を通り抜けてゴール。1人5回までチャレンジ OK。 それぞれの最高タイムで順位を決定。競技の順番は抽選で決定。これ難しいですよね。落ち着いてやればいけるんじゃないかと思うんですけどね。お父さんここまで来るかもしれないですけど、どうしましょうか。今までは温かく迎えますけど、はい、ここ来たらもうどんどん潰します。潰しますか。もう兄弟関係ないですよね。もう示しつけます。お兄さんには負けられない杉山弟さんの挑戦、よーい、スタートしました。杉山弟、やや大きめのシャボン玉を作って、トランポリンという技術を使って、シャボン玉はハードルの上、そして自分はハードルの下をくぐるルールとなっています。最初のハードルの高さが1m50cm、 そして2つ目が 1m、 3つ目が 2m。 いけるかいけるか、ハードル越えをなせるかな、なせるかな、クリアできない、失格です。2番手はハンドバブルマンことスターリン。こけたぞ。アメリカのサンフランシスコ州からやってきたスターリンです。
58歳メンバー中最年長。さあスターリンがトランポリンしていく。難しい、割れてしまった。失格です。続いては100以上の技を持つバブルマニアケイシー。さあスタートしました。アメリカコネチカット州の通称バブルマニアケイシー。そしてトランポリンしていく。2つ目のハードルを超えて、難しいのはこの後、この3つ目のハードル、2メーターの高さを慎重に慎重に、いったクリアした。そして内輪に持ち替えて、2つ目の障害はシャボン玉爆弾バブルボム。100、200、300とたくさんの小さなシャボン玉が降ってくる。衝突破裂失格。4番手はシャボン玉ブラザーズ杉山兄。用意。人生の生きがいはこのシャボン玉、そう公言しています杉山兄。今日は弟との対決という側面もこの競技に含まれています。課題である3つ目の2メーターハードルをクリアして、内輪を手にした。2人のアメリカ人選手、そして弟が爆弾、小さなシャボン玉を落とす中、細かく細かく手首を使っていった。いったいった、最後の障害だ、最後の障害。カットされた。1回目、その難易度の高さに全員記録なし。そして迎えた4回目。レディー、さあケイシースタートです。行きました。さあ程よい大きさのシャボン玉ができたようですね。おお、ここまでの速さもあります、速さもあります。今までより順調に来ている気がします。そして2つ目の障害はここだ、ここだ。シャボン爆弾バブルボム。シャボン爆弾を3メートルの高さから落とす中、Come on, timing is everything. うお、カモン掛け声をかけた。クリアしています。2つ目の障害、3つ目、気持ちが入った、いったぞ、いったぞ。ケイシーの笑顔は杉山兄の闘志に火をつける。用意、行きました。杉山兄スタート。57歳、今日は弟との対決、そして日米対決という面も含まれています。難関の障害物トライアル、3つ目のハードルを超えた。行きました。さあ弟と世界からやってきた2人の選手たちが邪魔する中、ライバル3人が3メートルのダッシャボン玉を落としている。当たってしまった、失格。もうね、弟との争いじゃなくなった。もう国際間の問題になってた。4回目のチャレンジを終え、成功者はケイシーただ1人。最後の5回目、負けられない日本勢。まずは杉山弟、用意。杉山弟、最後のトライです。勢いをつけて吹き出していきましたシャボン玉。さあ、あっという間に3つ目の障害の直前まで来ていますね。大丈夫、大丈夫、ゆっくりゆっくりいきます。大丈夫です、まだ巻くと玉は一体になっていません。2メーターのハードル越えいったぞ。2つ目のシャボン爆弾の中、内輪を使って慎重にゆっくりと、その小さなシャボン玉に当たらぬよう、ゆっくりゆっくりと柔らかな動き、いい感じで来ているぞ。そしてナイスギロチン越え、抜けた、ゴールラインを47秒。一方、未だハードルを越えられないスターリン。さあスターリンが大きめのシャボン玉を作りました。そしてラケットを扱うかのように前方に出していく。3つ目のハードルを超えて、2つ目の障害、シャボン爆弾を難なく超えていく。 OK、 いい感じで来ています。最終障害はギロチン、最大の障害超えた。ダメ、ワンモアステップ。このゴールが遠いよね。まだ諦めないで、決勝ラウンド向けて頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。スターリンさん、お疲れさんです。現在トップのケイシー。
最後に記録をもう少し伸ばしたいところだが、レディー気合を入れ直して32秒目標。さあ最後のチャレンジになります。ケイシー42歳。さあさあ3つのハードル、ここまではなんとか安心して見ていられるようになりました。オレンジゼッケンのケイシー、2つ目の障害、シャボン爆弾。さあここからは杉山兄弟が妨害する。残念、失格。現在記録なしの杉山兄、果たしてゴールできるのか。よーい、杉山兄最後のトライです。ここまで1位の記録は36秒。執念深く集中力を切らすことなくいきたいところ。ハードルは2メーターを超えた。ここまでは順調に来ているように思われます。2つ目の障害、シャボン爆弾。ライバルたちが細かいシャボン玉を落とす中を、おお、なかなかいいペースでいっています、いっています。最終障害を超えた。ゴール。良かったですよ、さすがです。この得点をもっていよいよ2番勝負へ挑む。2番勝負の舞台は東京大田区の蒲田温泉。黒い天然温泉が体を芯から温める都会の秘湯である。第1ラウンド2番勝負はシャボン玉一発芸バトル。3つのお題に合わせたシャボン玉パフォーマンスを披露してもらう。一発芸はある大物審査員が審査をし、順位点が決定する。そして獲得したポイントは3番勝負に持ち越しとなる。今日審査してくれる4名はすごいですよ。日本の芸人の中でもものすごい芸を持ってる4名の方に集まっていただきました。まずはこの方、日本のザ・伝統芸能、海老一染之助師匠です。やった、おー、パフォーマーの第一人者、三雲伊織さん、どうぞ。ありがとうございます。青い箱がぐるっといたいという、はい、藤井明さんです、どうぞ。なんかめちゃくちゃ褒めたんだ。普通トランプと言いますとね、全部で52枚必要なんですね。ただ今日はですね、ちょっと足りないんで補充します。いやさあ最後はですね、日本でこんな生き方をしている外国人芸人です。ケントフリックだぞ。皆さんこんにちは。というわけでこの4名が審査を担当。演技の順番は抽選によって決められた。最初のお題はこちらです。煙。まずは煙を使ったシャボン玉の一発芸。最初のチャレンジは杉山兄。杉山お兄さんです、どうぞ。それではまずタバコの、を使ったシャボン玉をやってみたいと思いますけども、これです。極太のストローでまずは大きな玉を作った杉山兄。その下にもう一つ玉を作る。果たしてどんな一発芸なのか。さらに2つの玉の継ぎ目部分に小さな玉を5つ。ここからいよいよ煙の出番。真ん中に入れた。煙入れた。すごい。四角いシャボン玉。驚くのはまだ早い。ここからが本当の見せ場。卵ください。さあそれではいきます。
ロケット噴射です。はい。2番手はバブルマニア、ケイシー。僕の作る煙のフラワーを楽しんでください。その秘密はこのスプレーなんだ。バブル、秘密の煙。これが煙のフラワーさ。煙の一発芸3番手はスターリン。シャボンで火山を表現します。見てください。煙勝負最後のチャレンジは杉山弟。シャボン玉の竜巻を作ります。竜巻を作るという杉山弟。まずは特製の道具に大きなシャボン玉、さらにその中に小さな玉を作っていく。これでどうやって竜巻を表現するのか。ここでお台の煙を注入。以上です。審査員はそれぞれの芸を100点満点で審査。その合計ポイントが高い順に順位点が決まる。結果はこうなりました。こちら煙の一発芸トップは杉山弟。続いてのお題はこちら。空気より軽いヘリウムガスで一発芸をしてもらう。宇宙の旅という壮大なスケールのシャボン玉を作ります。杉山兄が作ったのは大きなシャボンのドーム。その中のシャボンにヘリウムを入れると、このスティックでみんなをびっくりさせるよ。なんとケイシー、いきなりヘリウムガスを吸い出した。たませんで。ヘリウムガスって美味しいよな。何これ、何これ、何。おー、続いてスターリンはヘリウムガス入りのシャボン玉で螺旋を作るというのだが、今日はあまりうまくいかなかったよ。これが僕です。杉山弟は
紙で作った人形にガスの入ったシャボン玉を装着。そしてヘリウムガスの結果はこの通り。失敗が響いたかスターリンまたもやゼロポイント。ちょっと厳しくなって。最後のお題はこちらです。日用品。最後のお題は何でも好きな日用品で一発芸を見せてもらう。一番簡単な、道具であります。これです。杉山兄が選んだ日用品はハンガーと紐。それをピラミッド型に加工した。そうすると全面に、おお全面に引っ張り合って、はい、真ん中に中心ができる。うわこれ分かりますか。そうだそうだ。何て言ったらいいんだろう。あ、へこんでんですよね表面は。そうです。だからここに膜が張らないんです。引っ張り合う、中心に引っ張り合ってる。あ、それでは三角形のシャボン玉を作ります。お兄さんそれこ真ん中にできた三角形なんです。ですからこれは表面張力で引っ張り合うということで、よく見るとちょっと太めの三角形のシャボン玉中に浮いてるわけです。日用品勝負、ケイシーは何を使うのか。石鹸に浸して すごい。わすげえ。続いては現在ゼロポイントのスターリン。スターリンの使う日用品はなんとトイレの便座。便座を使う謎のシャボン芸。スターリンは何やらパントマイムを始めた。どうやら目には見えない玉を持っている様子。なんかあそこに置いたわけですね。置いた。手を突っ込んで取ると、うわすげえ。最後は杉山弟、日用品は軍手と輪ゴム。杉山弟は一瞬の芸で勝負。割れないんだみたいな。これです。日用品というお題でやってもらいました。この結果はどうなったんでしょうか。スタリーさん3ポイント。スターリンが初めてポイントをゲット。勝負はいよいよ3番勝負へ。第1ラウンド最後の勝負はロングシャボン玉バトル。シャボンを伸ばしその長さを競う。チャレンジは各選手3回まで。それぞれの最高記録で順位を決定する。抽選の結果、競技を行う順番が決定。1番手はバブルマニアケイシー。一息入れてスタートした。行きました。やや高い位置に行ったんかな。ない。ここで決めた。さあかなりいったような気がしましたけど。丸いシャボンのチューブがまっすぐに伸びていったが途中で切れた。記録は手元から離れる直前の長さで計測。さあ記録の方はどうでしょうか。6メーター25です。最初はこんなものだよ。次はもっといけるね。まあ次からまた。続く2番手はハンドバブルマンスターリン。
八角形の輪を浮かせた。行きました。スタート直後割れてしまった。記録は1m25 スタリン。スタリン悔しいね。続く日本勢トップはシャボンブラザーズ杉山弟から。さあ杉山選手、どんな道具を。あ、この三角で挑戦するということです。そうですね。はいはいはい。これは何か理由があるんでしょうか。シャボン液が上から下に流れていくんですね。それで空気がかけていくとどんどん入ってくるので、それでシャボンが伸びていく。そういう感じですね。伸ばすコツとか何かありますか。まあとにかく早くかけることですね。単純ですね。三角絶対いくよこれ。前を見合って杉山弟。今スタートです。すごい記録が出たようです。前を見合って杉山弟。今スタートです。素晴らしい、すごい記録が出たようです。記録は10m75。杉山弟好記録を見せつけられ、闘志に火がついた兄。使う道具は弟と同じ三角形。個性派兄弟杉山ブラザーズの兄。さあ行くか。スタートした。ゆっくりゆっくり行っています。大きな輪が続く続く。長いぞ。今切れた。かなり記録が伸びたんじゃないでしょうか。どうでしょう。記録は10m75です。10m75。ファーストトライを終えて、なんと日本勢の杉山兄弟がトップで並んだ。決勝いった、いった、いった、綺麗な。どんどん記録を伸ばしていくよ。一方、ファーストトライが失敗に終わったスターリンは、ここで作戦を変更。自分が得意とするものを見せる。道具が変わったということで、さあバックステップの形でいったが、今破裂しました。スターリンの記録では一番長いものを作ったか。道具を捨て得意のハンドバブルに切り替えたスターリン。しかし結果は4m。あ、でも4m、さっきの1m で全然。ここまでの記録は 10m75 です。最初にその記録を叩き出したのはこの杉山弟。そこから一歩抜け出すか。いったいった。大きな輪、三角の輪をやや斜めに抱えて走る走る。すごい記録が出たようです。すごい。さあ記録判定をお願いします。やっぱりすごかった。弟がマークした最高記録、それを目の当たりにした兄は。さあいった。さてここで問題。この後杉山兄に起きたあるアクシデントとは一体何でしょう。さあいった。手首を柔らかく使った。使った。長いぞ。伸びている伸びている。正解は壁に激突して倒れたでした。杉山兄の判定お願いします。 13m75cm。 セカンドトライを終え杉山弟がリード。そして運命のラストチャレンジ。大きく深呼吸してスタートした。綺麗な弧を描いている。杉山兄の記録超えを狙ったケイシー。自己ベストは出したが惜しくも兄には届かなかった。続いてスターリンのラストトライ。さあいった。スタートしました。
繊細な手つきで作ったシャボン玉ご用意しました。この顔は映画でよく見る顔ですね。ハンドバブルの意地を見せたスターリン、最後のチャレンジで見事に自己ベストを更新した。呼吸を整えてチラリチラリと前方を見張ります。三角の輪を使って、前人未到の新記録に挑んだ弟、しかし結果は0メートル。スタートする前に割れていた。さあ杉山兄、ここまでの記録は13メーター75。いよいよ最後のチャレンジが始まります。いきます。スタートしました。手首のスナップを使う独特の緩やかな繊細な、杉山兄、最後の判定です。13メーター50センチ。13メーター50。途中が少し切れたみたいですね。でもまあ一生懸命やりましたからね。そうですね。結果トップは杉山弟、以下兄ケイシーの順に得点を加算。第一ラウンド総合結果、杉山兄弟そしてケイシーが決勝ラウンド進出。とても大変だったけど、一生懸命やれてよかった。こんな機会をくれて本当にありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。惜しくも敗れたスターリン。しかし、ここで最後にグッバイパフォーマンス。Bubbles are like some of the most beautiful moments in our lives. Your first kiss, that sunset in Hawaii.Experiences shimmering, full of joy and magic and intimacy. Leaving us all with sweet memories and leaving Sterling with clean hands. ハンドバブルマンスターリン、優勝はダミソコネッタ。ファイナル。シャボン玉王日米決戦。世界一のシャボン玉アーティストを決めるべく、決勝の会場には世界各国の人々が観客として詰めかけていた。決勝ラウンドはシャボン玉パフォーマンス決戦。とっておきのテクニックを思う存分発揮してもらう。審査員は観客として集まった世界の国の人々。出演順は抽選で決定。最も観客に支持された選手がワールドチャンピオンだ。日本には四季がございます。これからは夏、蓮の花がシャボン玉を優しく包みます。おお、アルミ箔がこれつぼみになった。優しい空気を吹き込んでいきます。だん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 、ほら今度はつぼみが開いていきます。つぼみだったハスの花がきれいに咲きました。それをシャボン玉が優しく包みます。シャボン玉のドームが完成です。さらにこれ大きなドームが包み込む。で私も包みます。シャボン玉のウェディングケーキを作ってみたいと思います。さあ仕上げのてっぺんはこれ大きなシャボン玉、ストローじゃなくてこれボンベで膨らませてますね。ケーキの完成です。いきます。愛の炎が燃えました。シャボン玉のキャットサービス。杉山兄、続いての出し物は、さあ見えました。お、なんだこれは、でっかい輪っかです。これ直径2メートルもあるんです。世界最大級の輪っか、重たいぞ。持ち上げた。おお、でっかいシャボン玉。お子さんで入ってみたい人いますか？はい、じゃあ出てきて。はい、くっついて。
子供たちがどん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 次から次へと上がってきます。舞台へ世界の国の人が一つの輪になれるようにシャボン玉に入ったら拍手お願いします。さあ行きます。 1,2 の拍手。世界の子供たちをシャボン玉が包みます。はい、はい、ありがとう、ありがとうございました。さあ続いては100の技を持つ男ケイシー・カールの演技です。さあこれから簡単な道具でみんなが楽しめるものを作るよ。まずストローと輪っかのついた黄色い棒2本を使うようです。まずはシャボン玉を1つ、今度はストローで上に小さなの1つ、下にも1つ、おもう1つ、3つ、4つ、アイスクリームコーン、アイスクリーム、シャボン玉アイスです。そのアイスクリームをペロペロ舐める。最後これ残ったのはコーン。次はシャボン玉で噴水を作るよ。バブルファウンテン、バブルの噴水。まずは大きなシャボン玉を作ります。これに、お、すごい、息を吹き込むと中に小さなシャボン玉が入っていきます。そしてこれ上をトーンと叩くと上に吹き上がってくる小さなシャボン玉が吹き出した。皆さんダンスは好きでしょ。ラブトゥーダンス。さあおなじみの黄色いスティック、まずはシャボン玉を作ります。ケイシー、次はまたストローで今度は小さなシャボン玉吹きつけていく。お、すごいすごい、くるくる回る、そしてキラキラ光る。100の技を持つ男、陽気なケイシーも真剣な表情です。さあまずは大きなシャボン玉を作ります。今度はストローでその周りに小さな玉を吹きつけていく。おお、すごい、くる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 回る、そしてキラキラ光ってます。小さなシャボン玉が光り反射して宝石みたいだ。ミラーボールの完成。ケイシーもビバー。お次はとてもとても危険な技だ。お、会場が暗くなった。デンジャラスパフォーマンス。これストローじゃなくてボンベで小さなシャボン玉作っていきます。さあ何をするの。お、これ火が燃えてる。わお、ファイヤー。さあ続いてもう一回か。このガス入りの卵を今度は下の上に移しますよ。左手には消火器。危ないぞ危ないぞ、ケイシー、うわ燃えた。ケイシー・カールの演技でした。おっと、何か出てきたぞ。これを使ってみんながびっくりするようなことをやってみるよ。いやー、おまけがあるんです。やってくれます、ケイシー・カール。さあこの袋の中、一体何が入っているのか。ん、この青い物体、実はこれアメリカのおもちゃ、プラスチックボール、こんな風に変形するんです。こんな、なんか銅像見たことありますね。そう、これを使って、お、手厚いだったケイシー。このおもちゃを使って一体何を見せるのか。シャボン玉を作るはずですけど、お、シャボン液の入ったバケツの中にそれをポンと投げ入れました。洗濯するみたいにします。さあ取り出したこのプラスチックボール、あ、プラスチックボールの周りに膜が張っている。そして少しずつ大きくなっていきます。回転する回転する。あ、しかも息を吹き込むと中に小さなシャボン玉ができてる。さあいよいよ大詰めです。ケイシー・カール、最後は何を見せてくれるのか。さあこのおもちゃで一体どんなシャボン玉を作ってくれる。また少しずつその丸が大きく大きくなっていきます。ゆっくり回転、ん、その中に頭を入れた、その中に頭を入れました。ケイシー、今度は中から息吹き出すと、あ、外にシャボン玉ができます。面白い。いやー、最後の最後までこれぞエンターテインメント。アメリカのバブルマニア、ケイシー・カールの演技でした。さあシャボン玉選手権決勝ラウンド、ラストは杉山ブラザース弟、新選組風コスチュームで登場。2つのシャボン玉を1つにします。2
2つのシャボン玉を1つにまずは1つ、そしてもう1つが合体しました。これ割らずに2つくっつけるのって難しいんです。空中でシャボン玉がドッキング。今度はロープを使って竜のようなシャボン玉を作ります。棒の先には白いロープ。さあこれシャボン玉の竜が姿を現した。ジャオドリみたいだ。さあ今度はこの布の下に一体何が隠れている。さあ音がし始めた。シャボン玉が吹き出してきた。会場中にシャボン玉が舞い上がる。1分間になんと100万個のシャボン玉を作り出すシャボン玉製造機。しかもこれ杉山弟オリジナルマシーン。すごいすごい。子供たちも大興奮。Thank you。杉山ブラザース弟、最後はシャボン玉を会場中に降らせました。まさにシャボン玉カーニバル。OK。 大歓声の中、全てのパフォーマンスが終了した。いよいよ審査結果発表。100人の観客は気に入ったパフォーマンスに持ち点2ポイントを振り分け投票した。さあ杉山お兄さんか、杉山弟さんか、そしてケイシーさんか、どの選手が果たしてチャンピオンになるのか、合計ポイントが掲示板に出ます。チャンピオンはこの人出ました。108ポイント、ケイシーさんチャンピオン。さあケイシーさんやりました。いや、よかった。I'm sorry, sorry. It's a jet lag. シャボン玉選手権チャンピオンはケイシーカール、コングラチュレーションズ。史上初、シャボン玉の世界頂上決戦ワールドチャンピオンに輝いたのはバブルマニアケイシーカールであった。シャボン玉選手権チャンピオンはケイシーカールさんに決定しました。おめでとうございます。あれ、あの北見さん、ちょっと待って、ケイシーさん全部薄っぺらいな。ケイシーいやいや、ケイシーさんはですね、ケイシーさんは今日もアメリカでショーのお仕事があるということで、あらお忙しいです。そうなんですね、スタジオにいらっしゃることはできないのですが、なんと国際電話がつながっておりますので、はい、アグネスさんに通訳をお願いしたいと思います。つながってるんですか。はい、もしもし、ケイシーさん、もしもし、 Hello 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 Congratulations Thank you very much。 優勝してやっぱり嬉しいですか。What is your reaction to being the champion this time? Well, I think as you saw from the video that I was emotionally excited about the whole thing. It was a wonderful feeling. あのビデオでも見た通り、僕はとっても感情的になって最高の気分でした。そうそう。最高、感動して涙流して。We saw your tears. Yes, we saw your tears. それではケイシーさんにとってシャボン玉とは何でしょう。ケイシー、What is bubbles to you? An opportunity to amaze and amuse people of all ages. いろんな年齢の方を驚かす、喜ばせるチャンスだと。なるほど。素晴らしいですね。これからも頑張ってください。ケイシーさん、おめでとう。